トイレかな、紙がなくて殴ってんのかな。なんかいる。え、え、おお、ちょっと待って。皆さん、おはなっちーマーキーです。今日もほのぼのゲーム実況をやっていきたいと思います。今回は久しぶりにマイクラホラーをやっていきたいと思います。マップはこちら、 PT サイレントヒルウィズ HD リソースパックです。というのも、このマップね、出た当初ペルーのお部屋のペルーさんと実は一緒にマルチでね配信したのを覚えていまして、まあその時はねバニラでやったと思うんですけども、まあ HD リソースパックがあるっていうのを今回聞きまして、まあ、また別な感じで遊べんじゃないかなっていうのと、まあ数年経ってるのでまたね別な観点から見ていけるのかなと思いまして、こちらのマップをやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's goおー、始まりましたね。気をつけて、ドアの隙間。これは別な世界。別な世界？私は私、あなたはあなた、本当のあなただと思う。どういうことですかね。始まりました。ちょっとね、怖さを演出するために視野角を、ちょっと、下げたんですけども。これなんだろう。あれ関してなんだっけ、シミだっけ、なんとか、なんとかフィッシュ。気持ち悪いなぁ、倒せた。これだけ？あとなんだろう、これ。あ、消えた。出てきた。何これ。お、手に入った音がするんだけど、手に入るわけではないのか。これ何なんだろう。何これ、何これ。何のギミックかなぁ。まあいいや、進んでいきましょうかね。PT 始めたいと思います。おぉ。あ、閉まった。閉まったってか、別にドア閉まる音はしなかったけど、ここが閉鎖されてしまったって感じだね。で、見たところ、絵が飾ってあって、いろんな絵が飾ってあって、ばあさんの顔が、めっちゃ扉の音聞こえるんだけど、ばあさんの絵があって、23時59分。なんかとことこ同じ絵がある。なんかビル・ゲイツみたいな。顔がしてありまして、これなんだ、電話か。でか。電話のこれ受話器でしょって。でか。あとこれはなんか花壇かな、ラジオ。でか。どこでラジオなってんの。ラジオなんかある。これなんか扉がある。開かない。あ、絵がなくなる。あ、え、絵取れんじゃんこれ。絵取れんじゃんこれ。ちょっと取ってこうぜ。おー、殺風景だね。でも私、こういうシンプルなうちの方が好きだな。てか、このお家の間取りはどういう構造してるんだろうな。おっと、なんかある。結婚写真だったかね。もう撮っちゃった。癖で撮っちゃったわ。なにこれ。上着だ。あ、着れる。あ、着れる。ちょっと待って。どんなファッションになって今、ダッサ。ダサいな、この格好。この膝っていらないよね。なんか90年代、80年代風の格好がするけど、他といけないのかな。ここは開かない。ここは開かないんだ。で、これは、携帯の、ポータブルテレビみたいな。昔あったよね。そう、キャンプ場に持っていくためのテレビみたいな。持ってる人いたけどさ、まあ、実際使ってるところ見たことないよね。その、すごく小さい。13インチぐらいな。これこっちでいいのかな？あー。これでしょ？ループだ、ループになって、そして、撮ったはずの絵が、あるみたいなね。あ、ここはもう閉まっちゃうんだ。なるほど、なるほど。同じ23時59分？そして、なんだ？めっちゃ殴られてる。なに、どうした、どうした。このトイレかな？多分。どういう構造になってるかわかんないけど、トイレかな？髪がなくて殴ってんのかな。髪はね、今ちょっとね、持ってないんだよね。ちょっと申し訳ない。ちょっと髪あったら持ってくるから、また後で。同じだな。あ、取れる。あ、今回は取れちゃったな。もうちょっともらって帰りましょうかね。なんかこれでさ、後でさ、ハードオフで売れば、あれね、丸儲けだよね。これ同じループしてんだったらさ、この同じループしてる中のこういうものをね、取ってって売ってもバチが当たんない気がするけど、これはなんか結婚写真かな。さっきから出てくる、そのおばさんとおじさんの、
若い時の結婚写真みたいな、そんなのが載ってる感じですけれども。さあ、進んでいきましょう。もう一回同じところで、また帰れない。また叩いてる。ちょっとね、また紙見つからなかったわ。じゃあ、これでよかったら、川なんだけど、川で拭けたらよろしく、よろしく。川で拭けるかな？なんかさ、この、あ、また持ってこう、これ。勝手に開いたんだけど、今勝手に開いたよね。ここ閉まってなかったっけ、最初。そうでもないか。なんかさ、この会社のトイレに、ちょっとお腹痛くて駆け込んだ時にさ、トイレットペーパーが入ってなかったんで、普通さ、誰かがやるんだけど、トイレットペーパーが入ってなくて、ちょっとね、ポケットの中探って、あ、なんかないかなーと思ってさ、探したら、レシートがあって、そのレシートかーと思いながらさ、なんか、テニスチーってなんか体に悪いって聞くじゃん。そう。まあ、でも、ないよりマシかと思って、レシートでさ、お尻拭いたんだけど、すごい変な感じでした、っていう。ちょっとね、汚いお話なんですけども。革のズボンで拭いてくれたのかな？綺麗になくなってるわ。おぉ！ありがとうってめっちゃ来てくれたけど、なんか、機嫌消えちゃった。ありがとうってね、ちょっとまた革持ってくわ。あれ？持っていけない？あれ？今度は無限に持っていけるのかな？あれ？持っていけない？なんでいきなりラジオついた？じゃあみんなもね、トイレ駆け込むときはさ、紙があるかどうか確認してほしい。特にですね、女子トイレはさ、問題ないと思う。女子トイレは問題ないと思うんだけど、なんかいる。ちょっと待って、トイレの妖精、トイレの妖精じゃねえや。どうした？漏らしちゃった？どうした？おぉ！ちょっと待って。あれか、川だけどくれてありがとうって言ってね、代わりにシミを送ってくよ、みたいな、ね。ここにもいた。あ、ここさ、なんかさ、最初スティーブだったと思うんだけど、なんかゾンビの顔に変わってるわ。ところどころ変わってんの、全然何も注目せずにさ、たださ、レシートでお尻拭いたって話で盛り上がってさ、ダメだな。もう実況者じゃなくて、ただの小学生の会話みたいになってるけど。どっかところどころ変わってるんだな。23時59分のままじゃん。で、今回は明るいまんまだね。開いた。これあれじゃん、なんか最初のところじゃん。何？なんか拾った懐中電灯じゃん。え？何？なんて書いてあった？読めなかったんだな。これ、懐中電灯の意味ないんだけど。何？ちょっと待って、今度あれか、赤ちゃんのおむつがないから、私にまたさ、この革のズボンを恵んでくれって、おむつ代わりに使うからっていう。それかな？水がどうしたの？あ、出れる。君どうしたん、イカちゃん。てか、ここ、あれ、オープニングのところにめっちゃ似てるけど。うるさ。え、こんな絵だったっけ、ここ。いや、回収。このフラッシュライト、マジ、意味ないんだけど、暗いまんまなんだけど。おっと、また、どうしたの？またどうしたの？今度はどうしたんだ？ちょっと。あ、そういえばトイレなかったよね、あの中。トイレあったかな？あの緑色のやつがトイレかな？もうそもそも。あれ？もうなんかお腹痛すぎてさ、あれなんじゃないかな？ちょっと苦しんでる的な。そう、私もさ、昨日さ、お腹めっちゃ痛かったんだよ。こんな感じかなって。まあ、ガンとかではないけど。落ちた！なんだ。何？なんで揺れてんの？おー！アニメーションになってるんだけど、この壁紙。ループしてない？どうした？ちょっと待って。